産省のレジュメが、じゃあ、3回目のか。項目だけ、項目だけ。何でも聞いちゃって。でも、他の項目のやつ、入ってましたよ、ね。でも、あれ。モノレールをご利用いただき、ありがとうございます。次は、栄町です。流動島で、スタジオについて、実行式の誘導と、あれ、誘導標識の実行式を。もうすごいよくわかんないですけど、どうなんだろう。もうちょっと、最初の今日は、実行式誘導等でのほうがいい。それについて、と、まあ、多少の項目を言ってもいいけど、誘導等だけで送ってもいいのかなと思うからね。喋ってもしょうがねえな、という感覚もあるんだけど、下手ではないですね。項目に出して打ち合わせするべきものなのかな、ぐらいの話で。最初は雑談的なところで始めて、で申請するか しないかは協議をして決めてもいい。